はい、望月凛です。今回はナチュラルアートクリニックの院長である三河康人さんの書かれた体が勝手に元気になるダルケシスープを解説していきます。この本は一言で言うとだるさを解消してくれる魔法のスープを紹介してくれる本だ。いやー、だるいっすわ。どうした？やけに口が悪いな。あー、すみません。実は最近何をするにもだるくて、昨日もお風呂に入るのが億劫でそのまま寝ちゃいましたよ。それはちょっとまずいかもしれないな。え？おそらく体に相当疲れが溜まってきているのだろう。このまま放置していると最悪の場合鬱にもなりかねないぞ。それは困ります。リンさん、どうしたらいいんですか？安心しろ、今日はダルケシスープというのを教えてやる。ダルケシスープ？今回の授業を受ければダルケシスープの作り方を知って疲れにくい体になれるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、だるさの原因はコルチゾールかも、だな。人が疲れてだるさを感じているときはコルチゾールというホルモンの分泌が乱れている可能性がある。コルチゾール？これは体の中の副腎皮質というところから分泌されるホルモンだ。ストレスから身を守ってくれる働きがある他に、免疫や代謝なんかのサポートもしている。おお、なんかめちゃくちゃ重要そうなホルモンですね。そうなんだ。このコルチゾールは心や体にストレスを受けると大量に分泌される。一時的な増加ならいいのだが、長期的ストレスにさらされ続けていると次第に分泌が乱れてきてしまうんだ。あらら。結果として自律神経が乱れてきたりしてだるさにつながる。なるほど。ということはだるさをなくしたかったらコルチゾールの分泌を整えたらいいってことですか？ご名答。そこで鍵を握るのがミトコンドリアだ。なんか今日はカタカナばっか出てきますね。ミトコンドリアってのは何なんですか？ミトコンドリアは体の細胞の中にある器官だ。機能としてはコルチゾールの分泌や血糖値のコントロールをしているな。じゃあミトコンドリアがちゃんと働いていればコルチゾールの分泌も乱れなくてだるさもなくなるんですね。その通り。次のパートではこのミトコンドリアについてもう少し詳しく話していこう。次はミトコンドリアはエネルギー発電所だな。ミトコンドリアには様々な機能があるが、一番重要なのはATP を作り出していることだな。 ATP？ これはアデノシン三リン酸という化合物で人間が体を動かすためのエネルギー源になっている。へえ。ミトコンドリアは呼吸から取り入れる酸素などを使って食事から得た栄養素から ATP を作り出しているんだ。なんだか難しいな。まあ簡単に言ったら体の中のエネルギー発電所のような働きをしているってところだな。なるほど。ミトコンドリアで作られる ATP は先ほど話したコルチゾールの生成にも深く関わっているんだぞ。というと？ ATP は食事で摂った栄養素をコレステロールに変換する際にも使われる。そうやってできたコレステロールがミトコンドリアでコルチゾールに変えられるんだ。あれ？コレステロールって体に悪いイメージがあったんですけど、コルチゾールの材料なんですね。ああ、だからコレステロールが少なすぎると体がだるくなったり鬱の原因になったりするぞ。そうだったのか。ここまでの話をまとめると、まずだるさの原因はコルチゾールの乱れにあった。そしてコルチゾールの分泌を整える鍵を握っているのは細胞の中にあるミトコンドリアだ。ということはだるさを解消するためにやるべきことは、ミトコンドリアを活性化させること。その通り。次のパートではそのミトコンドリアを目覚めさせる方法を紹介しよう。次はミトコンドリアを目覚めさせろだな。ミトコンドリアを増やすためにまずやっておきたいのは筋肉をつけることだ。え、マッチョになればミトコンドリアが増えるんですか？ああ、ミトコンドリアは体の細胞の中にあるんだが、中でも筋肉や神経細胞に数多く存在するんだ。だから筋肉量が増加すればミトコンドリアも増える。おお、そしたら早速筋トレを始めます。ちょっと待て、筋トレも悪くはないが、どちらかというとウォーキングとかジョギングの方がおすすめだぞ。あれ、そうなんですね。ミトコンドリアは瞬発系の筋肉よりも持久力系のいわゆる赤い筋肉にたくさん含まれているんだ。だからミトコンドリアのためを考えるならウォーキングなどで赤い筋肉を鍛えた方がいいな。わかりました。運動はミトコンドリアの働きを活発にする効果もあるから、ぜひ生活に取り入れてみてこれ。よし、明日からウォーキングを始めます。うん、いい心がけだな。
あとミトコンドリアを増やして活性化させるためにはもちろん食事も重要だ。コエンザイム Q10、マグネシウム、ビタミン B 群なんかを積極的に摂るようにしよう。ちょっと待ってください。それぞれどんなものかわからないし、どうやって摂ればいいのかもわかりません。安心しろ、ここで本書のメインテーマになっているダルケシスープのご登場だ。これを飲むだけでミトコンドリアが活性化し、だるさが消えていくぞ。次はダルケシスープでミトカツだな。というわけでダルケシスープについて解説していく。ミトコンドリアの活性化、略してミトカツの食事名はとりあえずこれさえ飲んでおけばほぼ OK だ。おお、でも高級食材とかをふんだんに使ったお高いスープなんでしょ。いや、使う食材はスーパーで簡単に買えるものばかりだぞ。必要なのはサバ缶、蒸し大豆、味噌、大根、醤油、酢、舞茸のたった7点だ。1杯あたりだいたい50円くらいで作れる計算になるな。50円？たったそれだけで毎日のだるさがなくなるなんて最高ですね。ダルケシスープのいいところはまずミトコンドリアを活性化させるコエンザイム Q10 が豊富なところだな。コエンザイム Q10 ってなんか聞き覚えがありますね。よくサプリメントでも売ってたりするからな。ダルケシスープの食材でいうとサバに多く含まれていて、大豆や味噌にも入っているぞ。へえ。サバと大豆はマグネシウムが含まれているのもいいところだな。マグネシウムにはどんな働きがあるんですか？ミトコンドリアの中で ATP を作り出すサポートをしてくれるんだ。おお。ATP を作る際にはビタミン B 群も重要な働きをしている。ダルケシスープに入っている舞茸やサバを食べればこのビタミン B 群を補給できるな。聞けば聞くほどダルケシスープは完璧ですね。次はダルケシスープは10分で作れるだな。ダルケシスープの凄さは分かったんですけど、どうやって作るんですか？僕は普段あんまり料理をしないのでちゃんと作れるか不安です。大丈夫、ダルケシスープは誰でも10分あれば簡単に作れるぞ。おお、早速作り方を教えてください。まず用意するのはサバ缶1缶、大根 300g、 舞茸1パック、蒸し大豆 100g、 味噌 50g、 醤油 30g、酢小さじ2杯だ。これなら簡単に揃いますね。料理工程はたったの4ステップで、最初に大根をすりおろし器ですりおろす。大根おろしを作るのか。次に舞茸をみじん切りにして電子レンジで2分ほど加熱する。この時は平たい耐熱容器に入れてふんわりラップをかけてくれ。はい。3つ目の工程は蒸し大豆を保存袋に入れて手のひらですりつぶす。潰し終わったらそこに大根おろし、舞茸、サバ缶、味噌、醤油、酢を加えよく揉み込んでくれ。わかりました。最後に保存袋を平らにして冷凍庫に入れておいたら完成だ。飲みたい時にはそれを 80g ずつくらいに割って 100ml のお湯で戻すんだ。おお、めちゃくちゃ簡単でしたね。ああ、これで10杯分が作れるから、休みの日に作っておけば平日はお湯を注ぐだけですぐ飲める。もしもお湯で戻しただけではぬるいと感じたらレンジで加熱してもいいぞ。次はダルケシスープはアレンジも自在だな。ダルケシスープの作り方は分かったか？はい、これなら僕でも作れそうです。ダルケシスープは持続的に飲み続けることで効果が出る。だから最低でも毎日1杯は飲むようにしてくれ。分かりました。でもずっと飲み続けていたら飽きちゃいそうじゃないですか？そんな時のためにこの本にはいくつかのアレンジ方法が載っているぞ。おお。ここでは筋力アップに効果があるパプリカとちくわのスープの作り方を紹介しよう。なんだか美味しそうですね。まず用意するのはダルケシスープ 150g、 水 250ml、 赤パプリカ1/2個、ちくわ2本、白ごま適量だ。これは2人前の量になるぞ。はい。作り方は簡単だ。まずは赤パプリカとちくわを一口大に切る。次は鍋に水と赤パプリカ、ちくわを入れて一煮立ちしたら冷凍したままのダルケシスープを加える。最後に器に盛り付けて白ごまを振ったら完成だ。おお、これも簡単ですね。本書には他にも納豆と焼き油揚げのスープやマグロとジャガイモのスープ、さらにはスープ以外にも冷汁、厚焼き卵、とろろそばへのアレンジも紹介されているから、気になったら書店で買ってチェックしてみてくれ。どれも美味しそうだな。次はサウナでミトコンドリアを活性化だな。ここからはダルケシスープを飲む以外のミトコンドリアを活性化させる方法を伝授しよう。お、助かります。まず最近流行っているサウナも、
実はミトコンドリアの活性化につながるんだ。へえ、僕も最近友達の影響でたまにサウナに行くようになったんです。たくさん汗かけるし気持ちいいですよね。この本によると、サウナに入って体に刺激を与えるとミトコンドリアがエネルギーを出そうとして活性化すると書いているな。そうなんですね。そしたらこれからもちょくちょく行こうと思います。ああ、体のためにもいい趣味だと思うぞ。あとミトコンドリアのためには湯船に浸かることも大切なんだが、毎日シャワーで済ませたりしていないか？しちゃってます。疲れてる時はシャワーさえ浴びずに寝ちゃうくらいですから。それは良くないな。本当は疲れている時こそ湯船にゆっくり浸かるべきなんだけどな。わかっちゃいるんですけどね。そんなお前におすすめしたいのが、いい入浴剤を買ってみることだ。入浴剤を使うのが楽しみになってお風呂に入りたくなるぞ。確かにそれはいい案ですね。ミトコンドリアのことを考えるならエプソムソルトの入浴剤がいいな。エプソムソルト？これにはマグネシウムが含まれていて、入浴中に肌から吸収されるとミトコンドリアが活性化するんだ。いいですね。早速アマゾンで注文してみます。最後は深呼吸をしてストレス解消だな。お前はストレスが溜まってきたと感じたらどうやって解消してる？そうですね、コーラ2リットルとお菓子を大量に買ってきてひたすらアニメを見ながら飲み食いしてますね。めちゃくちゃ体に悪そうだな。そんなお前にとっても簡単なストレス解消法を教えてやろう。おお、ぜひ教えてください。それは深呼吸だ。え？深呼吸？そんなんで本当にストレス解消になるんですか？試しに今すぐやってみよう。まずは座りながら体の力を抜いてくれ。お、はい。次におへその下を意識しつつ鼻から5秒かけて息を吸い込む。そしたら同じく5秒をかけながら今度は口から息を吐いてみよう。どうだ？あれ、なんだか気分が落ち着いたような。そうだろう。本当はこれを1分かけて6回ほどやるんだが、1回深呼吸しただけでもなんとなく効果が感じられたはずだ。ええ。このように深呼吸には心を落ち着かせる効果もあるが、ミトコンドリアにもいい効果がある。授業の初めの方でミトコンドリアは酸素を使って栄養素をエネルギーに変換していると言っただろう。そうでしたね。深呼吸をしてたくさん酸素を取り込むことでミトコンドリアの働きが活発になるんだ。なるほど。だからストレスを感じたらまずはゆっくり深呼吸をしてみてくれ。まとめだな。だるさの原因はコルチゾールかも。ミトコンドリアはエネルギー発電所。ミトコンドリアを目覚めさせろ。だる消しスープでミト活。だる消しスープは10分で作れる。だる消しスープはアレンジも自在。サウナでミトコンドリアを活性化、深呼吸をしてストレス解消だな。早速今日の夜からだる消しスープを飲んでみます。ああ、ぜひ作ってみてくれ。ここで一つ覚えておいてほしいのは、だる消しスープは毎日飲み続けることで少しずつ効果が出てくるものだ。だから最低でも2週間は飲み続けてほしい。わかりました。そのまま飲むのに飽きてきたら、本書で紹介されているアレンジレシピにも挑戦してみよう。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。